どうも皆さん、ご苦労様です。11月に入りまして、最初の定例記者会見ということで、お忙しい中、またおいでいただきまして、ありがとうございます。冒頭、すでに10月の22日に、臨時の報道資料ということで、皆さんのところに発表させていただいたことでありますけれども、今回の市の職員のその横領事件という大変な恥ずかしくて情けないことが起きてしまいまして、そのことに対して市民の皆さん、そして関係者の皆さんに深く改めてお詫びを申し上げるということでございます。また今町内といいますか、市の中で2つの班を事例ということではなくて匿名ということで、一つは今回のこの事件についての徹底調査ということで、させていただいております。そして、もう一つのチームについては、二度と起こさないということでを前提に、全課職員担当部署に調査をして、そういう今調査をしている段階で、それを今度再発防止に向けて、行くということで今調査をさせていただいているということでございます。内容についてはまたいろいろあろうかと思いますので、後ほどももし質問があればお聞きしたいというふうに思います。そして、この11月に入りまして、少しはといいますか明るくに転じてきたということもありますけれども、紅葉シーズンになりまして、その奥多摩ですとか大白川ですとか、紅葉の見どころが市外のナンバーの車、観光客、紅葉狩り等のお客さんで、いっぱいだということもあります。そしてまた県合わせてですね、県の使っとく新潟県民キャンペーンですとか、市の今日も発表、この前発表しましたけれども、飲食店応援クーポン、そしてワクチンのお疲れ様クーポンということで発行させていただいて、11月の15日からこう使えるということで、合わせて飲食店もご利用が増えてくるんじゃないかというふうに思いますし、すでに週末は予約が取れないといった飲食店もあるようでございますけれども、徐々に少しずつ活気が出てきているということであります。そこはそこで伸びていただいて結構なんですけれども、やっぱり新しい生活様式と感染症はしっかりとまた、啓発していかなければいけないなということをも思っておるところでございます。でまた今後もそうですけれども、冬を迎えるわけですの、ウィンターシーズンを迎えるということもありますので、スキー場関係 の、 その支援とか、団体誘客とか、そういうことにも今からといいますか、もう始まってますけれども、そういうことで活動を少しずつ進めていきたいというふうに思っております。で今日の各課のそれぞれの部署からまたありますけれども、その飲食店クーポンを今言ったようなことでまた詳しく話していただきますが、この4つ目のコシヒカリ紅葉マラソンについても1120人くらいという予約の申し込みがあるということで、そちらの方も大勢の方から魚沼においでいただき、また市内の方もいるわけですけれども、イベントが開催されるということでございます。そしてまた熊についてですけれども、昨年度に比べますと、3分の1ぐらい、去年は10月末で124件ぐらいの確認情報があったわけですけれども、今年は37、8件ということで、特に10月は、昨年は50件近くあったものが、今年は4件でということで、激減して、少ない方がいいわけですので、よかったなというふうに思ってますけれども、まだこれから少し期間がありますので、その辺も考慮しながら開催をしていきたいというふうに思っております。とりあえずと言いますか、最初の私からのお話をさせていただいて、また後ほどそれぞれの部署から案内していただいて、また質疑の中で、させていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。